Okay, I was gonna pick a Digimon to take with me. What's Cam? Is it the bring their thing up faster? Got a group of poops in my freaking party until we get more memory. Okay, she said we need more coffee. Let's go to the coffee shop. That's... Oop. I got the Coffee Marines, Kikuro Act 4. What new horror will she create from these incredible beans that smell so good? Oh, look, it's her! Whoa. She did. Her mouth was definitely watering. ご苦労。君の帰りを待っていたところだ。見ての通り、依頼人がやってきたのでね。こんにちは。こんにちは。ん？ジュルリ？君は何を言っている？こちらは依頼人の 上白優子です。それでは上白優子さん、今回はどのような調査をご依頼ですか？はい、私の父について調べてほしいんです。上白悟さん、 上白エンタープライズの前社長ですね。はい。昨年お亡くなりになった。自殺だったと報道されていましたが。違います。違うんです。お父さんは自殺なんかしない。あ、すみません。大きな声を。いえ、構いませんよ。それで なぜ自殺ではないと。何か確証がおありですか？確証はありません。だからこそ
調査を依頼したいんです。なるほど。ごもっとも。手がかりはおそらく先日調査していただいた山品誠。彼は昨年まで上城の研究員でした。父の死と時を同じくして退社し、そのまま行方をくらましてしまった。それで山品が父親の死に関係していると考えた。はい、直接関係はないとしても父の死についてきっと何かを知っていると。我々に山品誠のことを調査させたのは今回の件を依頼するためですね。あなたは我々を試した。再び依頼に来たということは無事試験に合格したわけだ。すみません、信用できない人が周囲にたくさんいるような気がして、つまらない小細工を、その失礼しました。いや、素直に答えていただけたということは信頼していただいている何よりの証です。お父上の調査引き受けましょう。ありがとうございます。ちょっとすみません。もしもし、はい、いえ、特に問題は何も。はい、はい。違います。私一人です。わかりました。すぐに戻りますから。リエさんは本社で待っていてください。では。すみません。休養ができました。そのようですね。調査は休んじて我々にお任せを。よろしくお願いします。では。これはかなり大掛かりな調査になりそうだ。本腰を入れて当たらねばな。うまくすれば上城の過去や内部事情も暴くことができるだろう。又吉刑事にもご足労願うとしようか。では調査を進めよう。私は再度山品誠の情報を洗い直してみる。その間君はもう一度山品誠の自宅を訪ねてみてくれ。新しい事実が出てくるかはわからないが、ま、ダメ元だよ。ダメ元、うん、ダメ元か。いや、すまない、大したことではないよ。ダメ元、父がよく使っていた言葉でね。ご存知の通り、ダメで元々が略された言葉なのだが、彼はこう言っていた。ダメでも友と、これを略した場合ダメ友になるのではと疑問に思っていたものだが、なかなかどうして粋な趣のある表現だと思わないか。うん。そう深く考えるものでもない。それこそ無粋というものだ。さて、無駄話はこれまで。調査を開始してくれたまえ。It's enough for this case. Okay, we gotta go to his apartment. Let's do this. Oh, I wish we could go back in there. It's like a 6,000 XP each. That's like a dream come true for early moments. Thank you.
let's go. Shibuya, here we come. Guessing. What is that thing? What he gave us? I was escaping, since I was escaping from battle. I don't really want to run away from him, so. I got some other stuff. Emerald. Money! Uh-oh. The music that comes on. Just hate it when it goes off. Cute girl. Yeah, it's very common, ain't it? I can't believe y'all guys like him. He looks so weird now.
What we got to do with it? Okay, fourth floor. A business dude. Well, so we got. We just went to the businessman. He knew. Oh. Sucks. Okay, we're going back to the office.女子君、判定家業にはもう慣れたか？なんだその顔は。俺がここにいちゃいけねえみてえな顔だな。訳は京ちゃんが話してくれるぜ。実は妙なことに、当時のナイルコープの調査資料が見つからなくてね。それで当事者ご本人にご足労を願ったというわけだ。 見つからなくて当然だ。調査資料の一切合切を上白が保管してるんだから。上白が？京ちゃんを前にこんなこと言うのは情けねえんだが、俺たちはそうするしかなかったんだ。あの疑惑ですね。ああ、当時上白がナイルコープを不正買収した疑惑が持ち上がった。俺と京ちゃんの親父さんとで 調査を進めていたんだが、ちょっと問題が起こってな。問題とは？上から圧力がかかってきやがったんだ。おかげで俺たちは調査を断念せざるを得なくなっちまった。その時、おとがめなしの条件として調査資料の全てを上白側に渡すことになったのさ。上白が手を回した。自ら黒と言明しているようなものですね。 それも暗黙の了解だったわけだ。闇の深さを思い知った俺たちは、あえて騒がず、資料の保管先の追跡に専念した。親父さんが亡くなった後も追跡は続けている。今資料は上白のメインサーバー、アバロンサーバーの奥深くに保管されているよ。おそらく上白の社員たちが機密情報データベースと呼んでいる 電脳空間だ。まあ追跡といっても、データの所在をこの目で確認しているわけじゃない。あくまで周辺操作で得た情報からの推測。つまり、ただの勘だがね。<笑>十分なお墨付きですよ。では、そろそろ預けていたものを返してもらうとしましょう。いや、しかしだな、京ちゃん。 相手はあの上白だぞ。世界にその名をとどろかす大企業の厳重なセキュリティをどうやってかいくぐるつもりだ。ここは慶明苦闘の孤児に倣いましょう。閉ざされた門は強行突破ではなく策略を持って相手に開けさせればいいんです。おいおい、そんなことが可能なのか。 不可能を可能にしてこそ探偵冥利に尽きるというものですよ。何？こちらには啓明、鶏の鳴き声を真似る名人がいます。上白への侵入にはその人物の力を借りましょう。うん、ちょうど時間だ。失礼します。今回も時間通りの来訪ですね。
依頼人の上白優子さん。あの、調査に進展は。上白優子？ひょっとして上白前社長の？そうか。上白の親族なら誰にも怪しまれず本社内へ。誰ですかこの人。お嬢さん、頼む。力を貸してくれ。そういうことでしたか。どうかな。ぜひ調査に協力してもらいたいのだが。それは構いません。私もあの疑惑についての真相は知りたいですから。おお。ですが私は未成年という理由で社内での権限が大幅に制限されています。 Oh my god, this song! I need to download it or something. Do they have the soundtrack on iTunes or something? I gotta check that out. 私にできるのはおそらく本社ロビーに招き入れることくらいです。そうですね。学校の友人を見学に招待するという名目でなら本社ロビーまでは怪しまれずに連れて行けると思います。まあ俺や京ちゃんじゃ友人ってのは難しいだろうな。下手すりゃ面も割れてるかもしれねえ。助手一人送り込めれば上々だ。よろしく頼む。しかしそこからどうやって機密情報データベースへ。何か手段があるんですか。この人が仮にウィザード級のハッカーだったとしても不可能だと思いますけど。そういうことだ、上白優子さん。そこは電脳探偵の領分、任せてくれたまえ。わかりました。では手配します。え、実際どうすんだ京ちゃん。侵入方法ですか。それについては考えがあります。おお。とある依頼でちょっとしたプログラムを入手しましてね。知人の手を借りて助手専用にカスタマイズして使おうと思います。では早速準備に取り掛かろう。助手君、まずは三神楽未来の元へ向かってくれたまえ。先方に話を通しておく。司祭確認はそちらで頼む。Here we get two little messages. Sue. No need to worry. Hey guys, I'm gonna stop here and I will come back next time.